ナーマーが近づいてきたのかな。そう、たくさんあるよ。これ通過の順番待ちしてるんですかね。船の向こうにはジャングルが見えるんですよね。パナマに近づいてきたんですが、ジャングルから湯気が当たってるのがいい感じですね。橋をくぐろうとしています。アトランティス橋とかって言ったかな。おー、パナマ、アトランティス橋くぐろうとしております。あっちがなんか新しいパナマ橋、右と左に分かれてるみたい。新しいパナマ橋と古いパナマ橋、しています。すごいですね。まあ、朝ごはんの途中で来てるからね、また朝ごはん戻んないと忙しい。
らの船が出てこないと乗らなければいけない。頼りの鳥とかさ、鳥とか蝶々が見えないのが残念ですよ。今ここにいるんだな。ここにいるんだな。おお、あそこはこんな風に帰ってきたんだな。あれが引いていく電車。橋をくぐってきた。この関門が閉まって今水位が上がって動き始めた。ペンペンみたいな行動に行く。おお、第二関門開こうとしている。おお、すごいすごいすごい。一緒になってくるみたいです。すごいですね。おお、水位が上がってきた。水位が上がってきた。水位が上がってきた、上がってきた。雨降ってる。水位を調節して向こう側の湖に抜ければ第一ステップが終わったということでございますね。雨が降っております。あれ、フロート台が24時間。3番目の6。おー、開き始めた。おお、開いてる。左右に開くんだな、やってな。開いた。すごい。3番目のロックが開き始めました。これでまた先に進んでいくんですね。雨が降っております。でも雨降っててもなんでも今見るしかないからね、しょうがないんだよ。開いた。おお、開いたよ。英語なんていうかな。
取るよ。この飛鳥一席、大きさとか乗客数によって違うようなんですが、客船なのか貨物船なのかでも違うかもしれないんですが、確かこの漫画の通行がですね、1回5000万ぐらい、まあそれぐらいでもねかかるんでしょうね。このこれを開発してで運用して人員もいますし、一大産業ですよね。ただ南アメリカの南端を通るのには絶対にいいわけで、そこが一番大事なオペレーションのところでした。オペレーションしたところだけど、ガトゥンって書いてある、ガトゥンって書いてある、ガトゥンって、ガトゥン、ガトゥン。人工の湖なの？人工って言われなかった？そしたらそこに来るってことだよ。こんにちは、おはようございます。プールが見える。あ、ずっと雨降ってます。あのね、ジャングルが興味あるんだよね俺。どっちかっていうとね、パナマンガもそうなんだけど、ジャングルが晴れたら飛んでると思うんだよな。みんな室内から見てる人もいますが、いざって時になると外に出ると。さあ、いよいよ最後の関門が開くんでしょうか。あ、ジャングルが湯気が出て、お、鳥が飛んでる、鳥が飛んでる。お、水が一生懸命出てる。ちょっとまだ水位が違うみたいな。こちらの水位が違う、どんどん水位が上がってる。ブリッジから放送。再びブリッジよりご案内いたします。本線はガツンロックの3段目の校門、アッパーロックに入りました。まもなく後ろのゲートが完全に封鎖され、ガツンロックと水位を同じにします。ガツンロックの標高海抜が26メートルになりまして、この26メートルは本線で言いますと、本線の海面上から見るべきの標高になります。10分ぐらいで同じ水位になると。おお、こんなに船が待ってる。ここ通過しようと思って待ってる。なるほど。水が上がってきたぞ。今度はあっちは向こうに行って、ちょっと水を下げないといけない。どうしたんだね。そうじゃないと一気にブサッみたいな
高いとか低いとこ行くから滝ができちゃう。あのバナムーンが考えてくれたあの恋の滝の登りと同じだなと、出世するっていうかね、あの上に上がっていくわけですから、そういう意味で縁起がいいことと思いますね。バナムーンが縁起がいいっていう恋の滝登りだね、船の滝登り、うわあの上にもなんかたくさん人がいてまあ雨だからもうこれ楽しいよ本当に。中米らしいバス。水が溜まりました。そろそろ開くかな。上がった上がった。もう一回開くやろ。もう水面は同じぐらいになってきた。ご案内いたします。本線は海抜26メートルの水まで上がってまいりました。前方のゲートが開き始め、これよりカツンロックを太平洋方向に向かって航行してまいります。これよりカツン港を太平洋方向に向かって走ってまいります。以上、ブリッジよりご案内いたしました。ありがとうございました。最新の機器使って、これなんて言うんですか、この機器は。インスタ360。インスタ360、はい。あ、インスタに使うやつなのね。まあ、私はインスタ使ってないんですけども。なるほど。なんか、出演させていただきました。あ、映ってます。はい。あ、今、動画です。あ、動画。映ってます。ありがとうございます。動画してました。真面目に操縦してる方が嬉しい。真面目に操縦です。お仕事中。キャプテン、よろしく、ご苦労様です。森先生と一緒にお仕事中ですね。すいません、お仕事中お願いしました。ありがとうございました。素晴らしいね。いやということで、ハトルロックを超えていっております。あ、すごいな。すごいですね。これだけのものを作ったわけですから、エンジニアリングですね。すごいエンジニアリングで、しかもこれからもうパナマという国の一大産業になっているということで、なんか感動しますね。藤田さん、これ経済のあり方としてこれがあることで本当にいろんな利便性、ユーティリティがあるわけですから、ちょうどもうローンチパッドみたいな、なんか太平洋側に向かってローンチ。興味があるのは、これなんか生態系に影響を与えてるのかっていうか、これを通って魚たちが理論的には行ったり来たりでもできると思うんで、太平洋側と大西洋側で魚たちが行きがあるのかなとか、ちょっとレンズがちょっと興味ありますが、先生も一緒の例になってきました。人間の行き来がありますね。人間は間違いなく行き来しております。でも魚も行き来できますよね。ゼロがつながるわけだからね。
から。社長いかがですか。いかがですか。いかがですか。タナバンガいかがでしたか。カツンロックは。あどうも。もう完全に濡れました。楽しかったです。カツンロックをついに追加しました。I am Panama Canal and Asuka 2 has been through the Gatun Lock and I'm soaking wet. I was looking forward to just seeing the rainforest here. It's there and I have the binoculars, but since it's rain, I probably won't see a lot of butterflies, but that's okay. I would like to see nature.In any weather conditions, it's always interesting. But it would have been great if I could have seen butterflies and birds in fine weather. But probably I will come back to this country. I really love Panama. I love the way the habitat is maintained. Costa Rica is very famous for its ecotourism, but I think Panama has its.Unique approach to nature conservation, and I'm really looking forward to witnessing that in the future. Anyway, so I think through the Gatun Lock, I think it's and Gatun Lake, I think that's what it's called. Anyway, I'm soaking wet. So.I probably should be going home. I'm not home, I'm inside, so that's Captain Miss Oscar 2. Closing stuff. Very wonderful. They have done the job. Wonderful. Now we're into the lake. Really wonderful part of Panama, I think. So full of nature.ということで今英語で約2分ぐらい、パナマ運河通過したよって話をしましたが、本当に自然を見に来たいですね。またね、ということで、三つ海側に入りました。おお、さよなら。そろそろちょっと入ってみましょう。世界的に有名な熱帯魚、バルボラードアイランドとか
橋なんかもいるはずです。今日天気そんな色伝えもね、スムソニアンインスティテュートのことを満たさない。
がですね、高くて、そしてその樹冠のところがね、本当に強力ですよね。セベラニアンナショナルパークとなってバードウォッチングで攻めてきてもらってきました。200人以上の鳥がいて、しかもパイプライン用の道が通ってるんでアクセスができるということで、こうですね、この辺りはもうある程度人の手が入ってると思うんですね。その向こう側にですね、ナショナルパークがあるということでございます。はい、だからこれね、だいぶ人の手があるというか、まもなくセンテナリオ橋を通過いたします。センテナリオ橋全長1052メートル、橋桁と橋桁の間の長さは420メートル、海面から道路ブリッジの道路までの高さが80メートルです。センテナリオ橋を越えますと、まっすぐの方向が新パナマ運河、左正面やや左側に見えてますのが在来のペデロミゲルロックになります。本線はセンテナリオ橋をくぐった後、在来のペデロミゲルロックの方向に左に曲げていきます。以上、ブリッジよりご案内いたしました。見てるんだけどね、皆さんはこっちにも見てる。今橋を通って西側が、従来のパナマの方に向かっています。おすごいですね。ウィソニアインスチュートもあるし、最高ですよね。両側に視点が広がっていて、シティが見えてきた。パナマ運河が来たもん。パナマ市の周辺もそうですけど、開発ではもちろんクリアリングされちゃうんですけど、ほっとくとどんどん自然で戻ってくるっていうか、それが回復力があるっていう感じがしますね。素晴らしくないですか。あれがパイプライン、あれかな、あれが国立公園に行ってるパイプラインのルートだ。あれ沿いに
当然のことながら運河の方を見てるんですけど、それが普通の反応だと思うんですが、僕この緑の方ばっかり見ていて、双眼鏡で線が覗いてるんですよ、こうやって非常に興味深いなと思って見てます。何でしょう、熱帯雨林をね、なかなか見る機会がないんで、もっと見ないといけないね、普段から。だと思うんですよね。太陽を求めて、まあ、みんな伸ばして競争していて、で太陽のその一番当たる最先端の部分が時間ですから、普通いろんな生き物にとってやっぱり使い勝手のいい空間だと思うんですよね。で人間にとってはなかなか時間にたどり着くのが大変で、いろいろ工夫しないとキャノピーは、観察できないし研究もできないと思うんですけど、一番興味深いのはやっぱり時間を見ていることですからね。今見えてきてるわけは、基地が持ってる生態学的な意味だと思うんですよね。だからもちろん人工的に作られてるでしょうが、ああいうものがあるからこそ生まれる、いろんな、基地学とか、あと生態学的なニッチなんかもあるでしょうからね。なんか森ばっかり見てたらいつの間にか、運河の入り口に近づいてきましたね。無事抜けつつあります、ね、こうだんだんの地形はありだろうと人工的なものだと思うんですが、帰ってみてやっぱり確かにあの、楽器の湖の島の自然を手伝ってよかったなと思えてきた。この辺りの、植物の特徴ですね。多様性の近くってことを考えたときに、多様性ってことを客観的なメジャーとして前提にするんじゃなくて、もちろんそれはメジャーとしてあるんですけど、これ我々が認識するときのコミュニティフェイリアっていうか、うまくいかないコミュニティボトルネックみたいなことを、ね、考えるとちょうどいいのかなと思うんですよね。なんか多様性のある空間って逆に均一に見えるというか、今こうやって暇なく植物があるじゃないですか。実際には全部植物一個一個種類が違ったりするんだけど、バーッとなんか同じように見えたりするっていう、でこれ人間社会にもありそうな気がするんですね。こういうことが何なんですかね。分かりやすい多様性と分かりにくい多様性があるのかな。だからその分かりにくい多様性というか、そういうことを人間の認識がうまく認識できないっていうようなことをいかに捉えるかっていうのがすごく重要な気がして、で今回ねちょっとずーっと見てて感じたことですね。潮の香りが随分してきたな。海が近いんだろうな。お、青空が出てきた。
ごい、あの水深さが。なんか地上からの高さがいつもより高い気がする。あずか下駄を履いて先に進んでるんですね。あれがパナマシティだな。審査かな。あ、でも隣に比べるとこんなに水位が上がってんだね。でも下げていくのかな。あれがパナマシティだな。それなんかあるね。見てんのかな。そこに川があるな。最後の関門かな。観客の皆さん、いや、みんななんかね、地元の方々が見に来てましたね。こう客船がたくさん通るから面白いんでしょうね。客船とかいろんな船が通るからね。特に客船面白いんでしょうね。あとあの方々全員スペイン語喋るんだなと思ったら、スペイン語やんないといけないかな。スペイン語かな。おかしいな、今さらな。ブリッジよりご案内いたします。本船はミラフロス、フロレスロックのアッパーチャンバーに入りました。後方のゲートが閉まり、これから水位を調整して、ロアチャンバーに向かいます。このミラーフロレスロック2段で 16.5 メートル下がります。以上、ブリッジよりご案内いたしました。16.5 メートル下がるんだな。なんかスペイン語で喋ってる。なんかあそこの方々見てると、あ、スペイン語喋ってる方々なんだなって思って。ラテンアメリカの領域は広大なわけでしょ。メキシコから始めてずっと、まあ、考えちゃうよね、そのリアリティみたいなね。
小さな電車で引っ張っていってるってすごいな、力が。現地からとパイロットの方がいらして、船長がいらっしゃるという共同作業でございますね。この航空車が非常にピンとしています。移動し始めたのは電気機関車で、あっという間にここまで移動してきましたね。観客席のところはこんな話して、またあの方々は次の船を待ってるんですかね。今日は何か身がな…身がな…なんかあるな。なんか丸い身がなってる。なんと別にこれ撮影しようと思ったらできた。移動してみようかな。今は食事時ではないのでどなたもいません。糸カフェ、お、さっきの人たちがまだここにはいる。船尾の方に来たからね。船尾の方に来るとまださっきのビル近くなんで人たちがいます。すごい、この行動すごい。もう関門自体が一大工事だね。ここに電気自動車、電気関係船尾の方に来ました。煙突、なんかこのねマーメイドがいるみたいな。3時半、1918円。1913年。どうしてもあの電気機関車パワフルだな。ミラフローレスロックがオープンし始めました。いよいよ太平洋側に出てまいります。この後
本線の前方右側にあるアメリカ橋をくぐってバルボア郊外に向かいます。以上、ブリッジよりご案内いたしました。ありがとうございました。いよいよ代表が出ていくんだ。だけの段差があるんだな。今とかリリースしてるのかもしれない。すごいな。ね、あれはむしろリリースしてるというか。そうか、向こう側には電気回線があるか。進行方向に向かってますが、運転。あ、来た。右から来た。おー、すごい。あんな急勾配を。すごいな、電気感謝。来たよ、すごいね。108番。電気感謝、あの急勾配を来ました。そして、この急勾配を、来た電気感謝でございますが、すごい。有志ですね、電気会社。そして今、アスカのデックセブンの上をですね、進行方向に向かって歩いております。こちら側が太平洋でございますね。太平洋に向かって一路。あの漫画お世話になりました。一日仕事だね。一日かけてパナマ運河通過しました。大変なことですね、これ。いやー、パナマ運河来るまで何もちゃんと考えてなかったんですが、一日仕事ですよ。こういうシステムになってるとはね。いやー、勉強だったね。第二パナマ運河の計画も立ってはダメになったみたいですが、すごいね、人類の英知というか、 A 地点か B 地点に行くためにこれだけのことをしているわけですから、すごいすごい。まあ、アスカのこの一番のハイライトの一つでしょうね。あっという間これが後も太陽に出ますんで、こんにちは。普通の効果になるわけですよね。さっき見えてたこの構造物、これを越えてさらに前に行くと、おお、こんなところか。あそこで離れた今。おお、あそこの曲がるところに来ると、これはパカッと離れる。
こに169番。ありがとうございました。お世話になりました。ということでパナマ運河無事通過したようでございます。お疲れ様でございました。大変なことでしたね。今日はね本当に楽しい。だからもうなんか一つ終わったって感じで良かったですね。なんかほっと一息って感じですね。いやー終わった終わった通過した終わった。うん無事終わりましたよ。アスカ自力で航行し始めましたね。さっきまでの時間がものすごく不思議な感じに感じられるな。うん。いやー不思議なものだね運河の旅というのは。また船尾の方に向かっておりますポートステーション10。あそこのさっきまたあった電気機関車ありますね。カピバラがいる。なんでカピバラがあそこにいるんだ。カピバラあなたにいる。カピバラが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 いる。ありがとうございました。
ラットもいよいよさよならですね。パナマシティが見えるな。パナマシティ立派だな。ということで、そろそろパナマ運河とのお別れなんですが、とにかく1日がかりでですね通過したんですが、最初のガトゥンレイクの衝撃がやっぱりいきなりですよね。いきなり手つかずの自然、結果としてなんかダム湖になったということで、それぞれの島が孤立したことで、ひょっとしたら自然が、保存されたってこともあるかもしれないですけど、その中でのスミソニアンの、研究所が、ね、見えて、偶然っていうか、もともとパナマになんかそういうのがあるなって分かってたんですけど、ぼーっとしてて、でガトゥン湖通ってる時にですね、なんて言うんでしょうか、ネットで見たら、俺スミソニアン近くじゃんって、このなんか島の中にあるんじゃんと思って、そしたら iPhone でたまたまパナマないだったんで、携帯 G4 が通じてて iPhone で見たら、なんと俺がいるとこ近くじゃないかって、それで見てたら、それらしいエリアが出てきて、でそれで写真で鍵下に座ったんですよね。パナマ市ですね。今回生物多様性について随分長い時間かけて自分の目で確認しながら、脳で感じながら分析しながら、いろいろ考えられたのがとても良くて、最近そのノートにメモのが得意好きじゃないですか、これに随分書きました。なので本当に今後の、いろんなことで役に立つんじゃないかなと、この経験はですね、やっぱり現地来てみないと分かんないですね。実際にこのビノキュラーでいろいろ覗きながら、いろんなことを考えたらとても良かったと思います。同時にそのパナマ運河というものの経済的な価値というか、社会的な意味ってのは本当に大きいんだなと。これでパナマは立国してますからね。ですからそういう国のあり方もあるんだなと。なんか開発というものはすごい不思議なものとあるし、シルクロードもそうじゃないですか、かつてもね。ですからそういう形で一つの国が発展がするというか、礎ができるってことがあるんだなと改めて思って、非常に感じた次第でございます。ネーションビルディングの一つの非常に見事な例かなと思いました。積み荷のね、な作業も全て経済の活動になっているわけですから。しかもこれはパナマだけじゃなくて、大西洋、太平洋もすぐ様々な線があって、おそらく日本も随分お世話になってるんじゃないかなと思いますね。
ーシティの、海の突端部のあたりになっていると興味深いですね。お山が一つの信号だったのかな。飛行機があるな。さようなら、また来ます。